はい、どうも皆さんこんばんは。毎週水曜日の8時にお送りしている5分でトークのコーナーをやっていきたいと思います。それでは早速ですね、このタイマーを動かして皆さんと一緒に見ながらこの5分以内で話していくという僕のまあその喋りのトレーニングでもありますけれども、お付き合いください。今日はですね、レビューを信頼しすぎてはいけないのは何故かというちょっと複雑なんですけれどもテーマについて話したいと思います。これを5分で話すというのは結構なことなんですけれども、まあ皆さんですね、レビューって見ると思うんですよ。 Amazonレビューとか楽天のレビューとか、世の中にはレビューがいろいろ転がってます。ネット時代にはもうレビューの時代と言ってもいいでしょう。で、まあね、食べログとかもありますわ。で、そういうレビューというものを信頼しすぎてはいけないのはなぜかという話を今日はしたいと思います。で、参考にはするのはいいんだけども、信頼はあまりしない方がいいと思います。なぜなら、まず一つはレビューを書くような人というバイアスがかかってるからです。そのレビューを書いてるのはレビューを書くような人なんです。で、新聞の投書とかもそうなんですよ。新聞の投書で出ている意見というのは世間一般の意見と思っちゃいけなくて、新聞の投書をするような人という母数の中の意見だからだいぶ偏ってるはずなんですよ。ヤフコメが世論だと思うっていうのはちょっと愚かなことで、ヤフコメを書くような層っていうのがいて、その人たちはまあ右派が多いってされてるんで、その母数の中の意見なんで、ヤフコメっていうのは日本の世論ではありません。同じようにですね、レビューを書くような人というバイアスがかかったということを差し引いて考えないといけません。で、レビューを書くような人っていうのはだいたいまあなんかおせっかいな人とかですね、ちょっともう難癖をつけたい人とかですね、まあですね、結構フラストレーションが溜まってる人も多いので、その辺ちょっと考えた方がいいと思います。2番目、評価1っていうのをすごい書く人が日本には多いです。で、日本のレビューってですね、世界的に見てもすごくですね、辛口なレビューが多い。なんでこんなに言えるのみたいなのがあるんですけれども、その場合についてですね、僕は言いたいのは、特に映画とか書籍に関して、星1よくわからん環境、よくあるのがね、この映画は感情移入できなかったとかあるんですけれども、映画とかですね、書籍に関してはその、星1レビューの人ってその人の読解力がなかったりとかですね、映画の良さをわかるというその人にの教養とか見識がただ足りないだけかもしれないんですよ。その可能性がむしろ高い可能性があるので、それも差し引いて考える必要があると思います。3番目、クソレビューというのが存在します。例えばですね、ちょっと信じられないようなレビューって時々あるんですよね。例えばね、ユニクロのね、1000円の T シャツとかね、あるじゃないですか。あれってもうクオリティで言ったらもうとんでもないんです。あれ5000円で売られてても全然おかしくないんですよね。それぐらいすごい、プロのファッションの人とかも言ってるぐらいすごくよくできる。デザイン的にも素材的にも、あんなものをなんであんな値段でできるのっていう驚きがあるのに、それに対して低評価をして、もうちょっと安いと助かりますとかね、もうちょっと色展開があるとか、もうちょっとゴアテックスを使ってもらえると助かりますとか、もうなんか物作ったことあるんですかと、なんかあなたそもそも働いたことありますかと、あれをあの値段でやるっていうのはもうほぼ労働力ってどこに入ってるんだろうと思うぐらい企業努力の塊なのに、それを低評価できるって、もうちょっとなんだろう、世の中の仕組み分かってますみたいな人のレビューも混ざってますので、これも注意が必要です。4番目はですね、やらせ評価。これもかなり混ざってますね。特に食べログとか、多いと思うんですけれども、もう店の関係者が絶賛してるとかですね、まあ商品とかでも、ある商品を出すときに、この商品を出すと同時に、まあ社員がですね、こう書いたりとか、してることもありますよね。はい。これは素晴らしい商品ですとか書いてる可能性があります。そして人っていうのは他の人の意見に引っ張られますから、最初の5人の人が星5をつけてたら星1ってつけにくくなってくるんですよ。そういう風に、操作、裏側で操作されていることもあります。あとヤフコメで言うとですね、ヤフコメってですね、実は内閣に関係する人が実は内閣を守るためのコメントをさせてたりとかしてたりとかっていう噂もあったりしますので、その辺もちょっと注意した方がいいと思います。5つ目はですね、経験的に映画とか書籍っていうのはですね、平均点が星5に近いものっていうのはむしろいいものはあまりないと考えた方がいいと思います。なぜなら全員がいいって思うものって結局その問題提起になってないからですよね。はい。問題提起になってたら賛否両論になるはずなんですよ。すげえ嫌いな人とすげえ好きな人がいるっていう作品の方が映画とか書籍に関しては面白いはずなんですよ。ね。だからそうすると、そういう平均点って3に近づくはずなんですよね。で、僕も経験的に考えて、自分が本当に面白いと思って
った映画って星1と星5が極端に多い映画が多い、あるいはそういう書籍が多いように思います、で、あとですね、星の数ってありますよね。じゃあその平均がいくつなのっていうよりも星がね、だから星5、レビューの数3なのと星 3.5 レビューの数1400なのとでは全然意味が違って、その星の絶対数もすごく大事です。で、星の絶対数は結構当てになります。というわけで5分が来ましたので、今日は、レビューを信頼しすぎてはいけないのはなぜかという話をお送りしました。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。